秘密野戦警察は第二次世界大戦中ドイツ国防軍により組織された軍事秘密警察組織である。この部隊はスパイ対策、破壊工作、サボタージュ摘発、対プロパガンダ、軍事施設保護、軍法会議の捜査などといった国防軍への情報提供や占領地及び戦地における警備任務を行うために編成された。GFP の要因は 防雨用警察とも呼ばれ、国防軍防雨用部の執行部隊として、占領下での対レジスタンス、パルチザン活動を取り締まっていた。GFP はまた、拷問や処刑などの戦争犯罪を行ったことでも、知られている。秘密野戦警察の発端は、1938年のズデーテン併合と1939年のチェコスロバキア併合の後に発足した。 親衛隊の特別行動隊はもともと保安警察の指揮下にあったが、国防軍最高司令部は、軍独自の警察機能を持つ専門的な諜報機関の必要性を感じていた。戦地において、軍の作戦行動と連携しつつ、潜在的な敵対勢力を逮捕し、抵抗勢力排除のための治安部隊としての側面を持つ組織が必要とされた。スペイン、オーストリア、 チェコスロバキアで収集された情報をもとに、奥井総長であるビルヘルム・カイテルは、秘密警察に関する規定書を発行し、1939年7月21日に、秘密野戦警察として発足した。規定上 GFP は、国防軍の指揮下にあったが、その人員は主に SD に配属されたことのある、刑事警察出身の犯罪部門を専門とした、職員が採用された。 彼らは他の警察機関や新衛隊情報部から独立した権限を保持していた。当初、GFP はもっぱら国防軍の警備部隊に留まっていたが、1942年からは国家保安本部に吸収された。GFP の職員は勤務上、軍服の他に私服での活動を行っていた。GFP の職員は軍によって封鎖された道路の通過や、 軍の施設に入る権限を与えられていた。また、軍の通信機器の使用、軍用車両や軍需品の調達、任務遂行のために必要な宿泊施設の提供なども行われていた。占領地域では、軍の用人護衛、スパイ対策、捕虜などの尋問、破壊工作防止、敵の工作員の摘発などの支援もいった。GFP の活動範囲は、 軍が活動している地域に依存しており、占領下にあった北欧や西欧での活動は東部戦線における活動とは著しく異なっていた。オランダ、デンマーク、ノルウェーでは GFP 職員は主に占領地軍の将軍の管理下に置かれていた。ベルギーとフランスでは軍当局と共同で対独レジスタンスや英国特殊作戦執行部による抑留強制送還。 また、人質の処刑などのテロ戦術を用いた破壊活動などに対処した。1940年のナチスドイツによるフランス占領後、GFP はパリパックのサンフィリップ・デュールウール通りのホテルブラッドフォードに本部を設置した。その他、北フランスとパイコールドカレー県の本部はブリュッセルのトラベルシエール通りに設置された。その数は小規模であったが、 GFP は4年にわたるナチ占領下におけるフランス国民を恐怖に陥れたナチスドイツの警察組織の過剰を成していた。1942年5月、フランスの親衛隊及び警察高級指導者カール・オーベルク親衛隊及び警察少将によって司令部全体が再編され、各 GFP 部隊は50人編成の部隊で構成された。 この再編により、グラパ6、10が編成され、その中には、重要犯罪対策本部が組織されていた。このグループは中国区の一市で無理能にある悪名、高いバラール射撃場を運営し、そこで143人の囚人を拷問の上、処刑した GFP は、総合情報中央局の一部である、特殊旅団を監督していた。これらの部隊は、 フランス警察による情報提供組織の一部であり、いわゆる内部の敵の追跡を担当していた。GFP はパリ警察本部の35号室を拠点としていた。第二旅団は占領下における監視、容疑者の事情聴取などを指揮し、拷問を行っていたことで悪名高い。GFP はポーランドへの電撃戦後の1939年に、 初めて治安維持の任務を開始したが、ハインリヒヒムラーの支配下にあった他の警察組織の行政組織に統合されていたため、しばしば親衛隊員が指揮を取っていた。これら警察部隊への GFP 職員による広報支援は地元の軍司令官によって頻繁に提供され、GFP は民間人捕虜を殺害できる場所へ輸送するプロセスを容易にしていた。 1941年5月末、SS と陸軍総司令部間の協定が結ばれ、占領地における治安活動の両組織間での協力を締結した。東ヨーロッパとバルカン半島の全域で GFP はパルチザン、ユダヤ人、任意の容疑者を対象とした虐殺行為を絶え間なくエスカレートさせていた。虐殺行為への GFP の関与を示す出来事は、 1941年8月にヘルムートグロスカーブ中佐が記録したものなどがある。キエフ近郊のベラヤ・ゼルコフという町で GFP は子供たちを殺す決定を第6軍の司令部に希望し、後に子供たちは銃殺された。1941年の夏から秋にかけては、ウクライナのジトミル地域で SS と国防軍からなる治安部隊による相当作戦が実施された。 この作戦に参加していた GFP 部隊はグラパ708、721、730の各部隊であった。GFP のもう一つの任務は占領下のロシアにおける新政権樹立を支援することであったが、これは共産党員の政治的粛清とロシア全体の列島民族絶滅を意味していた。GFP は軍法の制約外で活動しており、 NKVD やコミッサールの取り扱いは、軍事法廷ではなく奥意の承認を得て、GFP が代わりに処理していた。赤軍捕虜の将校や政治将校は SD に引き渡され、共産党員やユダヤ人は、国防軍に利用され地雷、腹の処理に強制動員された。GFP の治安任務を説明するために使われた官僚的な表現として、 住民の一般的監督という記載が用いられていたが、この控えめな表現は彼らが従事していた殺人的な任務を隠すことはできない。占領地域で放浪している者は、老人や女性、子供に関わらず、敵による偵察と疑われたため、憲兵や SD に引き渡された。歩き回っているところを捕らえられ脱走した者は、即決で銃殺されることになっていた。 いわゆる治安維持の脅威を排除するためには捕らえられたユダヤ人の殺害を伴うこととなっており GFP 部隊グラパ721はウクライナ周辺地域で1941年10月から1942年1月までの間1万人のユダヤ人を殺害した GFP の反ユダヤ主義は1944年3月下旬の ギリシャ北西部でのユダヤ人の強制移送を実施した将校の観察記録に示されている。市民は広場に集まっていた。彼らの表情から読み取れるような静かな喜びを持ってユダヤ人が自分たちの街から出発するのを見守っていた。ごく少数の場合でのみ、ギリシャ人がユダヤ人の一人に別れを告げる光景が見られた。この民族がいかに老いも若きにも嫌われていたかがよく、 わかる。彼らに同情したり、移送行為に対する反感は観察されなかった。全体で1725人のユダヤ人が強制移送された。これらの作戦のほか GFP は、組織的に家や村々を焼き払う作戦も実施した。GFP はまた、進撃する赤軍によって解放される前に捕虜、略式で処刑する責任を負っていた。 一例として1943年 GFP 長官であるビルヘルム・クリッヒバウムに宛てた GFP 部隊の報告書によると東部戦線だけでは2万1000人が戦闘中に殺された者もいれば尋問の後に銃殺された者もいると記録されている1943年半ば以降戦地において脱走兵がパルチザンに参加するという事態が発生したため GFP は脱走者の追跡と捕獲を命じられた。1944年のバグラチオン作戦とファレーズポケットでの敗北による撤退後、ドイツ軍における脱走率は急速に上昇し始めた。1944年時点で3142人の兵士が陸軍からの脱走兵として逮捕された。しかし多くの兵士は 作戦地域での戦闘などで混乱している状況であり、兵士が所在身分を証明する軍隊手帳や書類を紛失していたり、間違った場所に配置されていたため、広報地域での混乱が生じるとのことで、半ば強制的に逮捕を行う状態になっていた。有罪判決を受けた兵士は、銃殺に処されるか、執行猶予代替に送られた。GFP はまた、 兵士の敗北主義的な言動についても調査していた。グラパ729と呼ばれる部隊はソ連の捕虜から脱出したすべての国防軍兵士を尋問するために組織された。この機関が設立された理由は敗北主義と反ナチズムのプロパガンダを NKVD が元捕虜に対して再教育したのではないかという権威があったためであった。 ソ連のスパイと疑われた兵士たちは、現在のポーランドの団地比にある GFP の特別収容所に送られた。1944年までに、この収容所には400人の囚人が収容されていた。GFP の職員は、陸軍と同じ軍服を用いた。基本的に将校で構成されているので一般の将校と同じ高品質な軍服を着用していたが、勤務地においては、 ウール製の野戦型のものを用いる場合があった。ありがとうございます。